新しいボールどうですか？新しいボール、そうっすね、蹴りやすいっす。俺は前の方が好きです。マジ？俺こっちの方が好きやわ。ガチっすか？うん、なんか、なんやろな、感触がこっちの方がいいっすね、個人的には。表面の質感とかですか？そうっす、なんかちょっと違くて。確かにな、質感多分、うん、こっちの方がくっつきやすいんだよ。そう、蹴った時の感触がちょっとだけ前のボールと比べて違います。こっちの方が自分的にはいいっすね。さすがボール係。え、ボール係よ。これはなんかボール係になってますね。なスクイーズとボトル係とボール係あって、なんかもう流れ的に俺らもずっとボール担当みたいな感じっす。だからもう仕事のテンポもだいぶ早くなってきました。なんか初日の練習の時、あの深澤優太選手が空気圧俺に任せろ的な。そうですよね。ああ言ってましたね。なんでなんか分かんないですけど、なんかもうずっとボトルやってますね。ボールやらずに。もう全然ボールやってます、ね、はい。初日やっぱ怒られたのが痛かったんですかね、響いたんですかね。あ、何ですか、全然空気入ってないやろみたいな。た多分そうっす。お願いします。おいじゃ。
シュートの威力半端ないでしょ。いやー、ナイス。瞬間のシュートもちょっと持ってる。うん、ある。ナイスボール。うわー、ナイスボール。トキ、ナ
前集合。した。ここまで行き。うまい。マッキー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 の本気のやつ。そう。うわどっち？ベン？ベンじゃない？ナイスだよ、ナイスだよ。次よ、次よ、ナイスだよ。そっちの回転に持っていけもんね。はい。おう。はい。来た。いやー、そう。
すごい。どっちだっけ？シューマン。ベニア。はい。朝日、朝日。いい声出てますね。あのヘリがうるさいな。いやーナイス。ラスト何もします？俺ラスト2。君のとこにいるよ。俺ラスト2。いやーナイスボー。うん、決め上がりでしょ。で、決めた人じゃないと上がれない。あ、OK。 あ、さあ、さあ、さあ、OK。 あ、同じ。はい、どうベンもやる。これ止めろ。あ、おいしょ。おめでとう。この一本。うわぁ、どうやってやるの。力を上がらせない。大変かも。はい、クロスがあるんで。しょうもない話してありようと。しょうもないです。もう超重要。クロスの。マスターコース。まあ、でも天気待ってるんで今練習試合とかで3連発中なんで、まあ、続けていきたいですね。今年は全期待してもらえます。そうですね。今年本当点取れる感覚っていうのがめちゃくちゃ今いいんで。もう開幕戦もそこは狙っていきたいなと思います。はい。
シュートのフィーリングが私はちょっと違うと。もうシュートのフィーリングもそうですし、ゴール前に入っていけてるので、それはチームとしての形的にもトップ下が入っていきやすい形っていうのは作れてるので、まあ、そこはあの去年よりもその点数ってとこには関わっていけるかなっていう感覚だったり実感っていうのはありますね。まあでも普通に勝ちたいですね、開幕からね。去年3連敗してるんで、そこだけは絶対開幕スタートダッシュして昇格できるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。3分しか持たないです。感覚、まあ、上がってきたけど、まあ、まだまだですね。ああ、どういうところが、いや、どういうとこ、やっぱ、試合で通すボールを蹴らないといけないんで、あのゾーンで合わすんじゃなくて点で合わせる練習したいんで、触れば入るようなボールを蹴る。でできるだけ早くライナー性のボール意識してやるように練習してます。じゃあ一応それを楽しみにしておいてもらえますか。いや もちろんそれをやるために練習してる、楽しみにしてもらわないと困るです、逆に、はい、今シーズンそれが多分よく見れるというか。そうですね、もう見飽きるぐらい多分出すと思うんで、見飽きらないようによろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。練習インタビューしてる？はい。いや、いいよね。今日ユータにファールされたのが一番ムカついたけどね。じゃないよ。じゃないよ。もう忘れちゃった。覚えてます。中国、めちゃめちゃ遅いんだ、ゴール前で。もう俺もこうなっちゃおう。俺も片手でこうやってやったら。ファールだよって怒られた、中国に今日。笑ってるだけや。これマジで不調で、これめっちゃすごい。辻選手にお越しいただきました。辻選手、今日のトレーニングどうでしたか？ダメっす。ダメっすか？ダメダメっす。髭が渋いですね。それ、なんて言ったらそんな頭になるんですか？え、これ？はい。これフェードでっつって。フェードで。すごいな。今日昼飯何に行くんですか？今日弁当。弁当っすか？奥さんの愛されてる弁当。うわ最高っすね。いいな。お前ら全然誘ってこねえじゃん。え？いいんすか誘って。え、全然誘ってこないじゃん。いや、誘う来週でしょ。来週でしょ遅いね。そんなそんな中国めっちゃ回ってるやん。いつ来るかなと思ってさ、ずっと携帯見てたんだけど。中国、うん、焦らないまだまだシーズン長いんで。あ、そうだね。そう、これからっすよ。俺が焦らされてるの。焦らされてるっす。俺が焦らされてるの。この感じ集合で誘う。いいね。なんじゃない。じゃあ今日の夜僕お願いします。どこにでも来る。どこにでも行きますよ。俺んちの方でもいい。全然僕どこにでも何時でも行きます。すげえ怖え。いや、これが後輩でしょ。こんな視線のめっちゃ取られてた。いつでも行きますよ。ほんと、じゃあ行くか今日。よっしゃ、何食べます。え、太陽と月行ったことある？ないっす。まあ、俺、まあでもちょっと遠いな。いやいや、もう全然遠いなんで気にしないでください。ほんと？はい。中国君と食事させていただけるなら。いやいや、だる。どこへでも行きます。じゃあちょっと、また LINE するわ。お願いします。
預かりましたもん、だいぶ良かった。預かりました、受けましたね、はい、だいぶ良かった。あれ普通僕の平常運転なんですけどね。あ、そうなの、すごい、はい、普通っすね、すごい、マジで、はい、ちょ、もう俺ヤバいっすよ、キャラ大変だな、大変、もう最初からこれだったら大変だよ、ほんまに大変エンジン全開でいってるから、もうこれからどうする。いや、どうしますの、ほんま、ね、まあ、もういつもお世話になってるんで、週5に、え、うざっす、大丈夫です。